リスト養成コースは高野さん自体のちゃんと収益になってるもんなんですか？あ、なってますよ全然。ああ結構なってます。なってますなってます。うんうん、インターネットというかそのホームページとかに料金体制全部書いてるので、うんうん、隠すことじゃないんですけど、うん、月額でいうと今の料金プランだと5万5000円なんです、うん、プロリストの養成クラスって、うん、月に2回なんですね、うん、で1回が2万7500円って話になるじゃないですか、うん、だから僕はその2万7500円 その価値提供をその方々にどれだけするか、うん、いい値段じゃないですか。1ヶ月5万5000円ですよ、うんうん、プロリストを目指すのに、うん、で1年間ですよ、うん、全部で66万かかるわけです、うん、覚悟決めてきますよね。でもなんか僕も花屋してるから技術だけじゃなくてやっぱりこうお花も使うじゃないですか、うんはい、それでもちゃんとなってるのかなってなってますよ、うん、ただまあいい花は使ってるんで、うん、レッスンでねいい花を使うっていうのはすごく大事なことだなと思っていて、うん、その子たちが自分自身でお花屋さんやった時にやっぱりいい花に触れていたのとそうじゃないのとではね、うん、自分が選ぶ花って変わってくると思うんです、うんうん、だからできるだけいいお花をいい価格で、うんうんお客様に提供して満足していただけるっていう、うんうん、そのサイクルをちゃんと作れるような人に育ってもらいたいなと思っているから、うん、めっちゃいい花使ってるから、うん、粗い液というのはそんなに高くはないとは思ってます、うん、自分が価値提供している以上のものを価値提供はしているつもりではありますね自分の中でも、ねうんこんなと怒られるかなもっと、うん、高くでもいいのかなってちょっと結構みっちりっぽいんでまあでも今はこれでいいと思ってます、うんうん基本的に目的としてその自分の店の収益もちろん上げなきゃいけないですけど、うん、10年で100人のお弟子さんを作るでその人たちに活躍してもらうっていうのが最終の目的地点なので、うん、この目的地点とその収益上げるために値段を上げていくっていうのはまた別の考え方だから、うんうん、まあ今家財も上がってきてるし、うん、そこは後々考えなきゃいけないことにはなるかもしれないですけど、うん、今のところはこの状態でやっていけてますよ全然、うん、難しいですよねその値付けって値付け難しいですよね、うん、価値とのバランスがね、うん、ですよね、うん、だからリピートしていただけるかどうかっていうのは非常に大事かなと思ってます、うん、ワンオンワンのプライベートレッスンもしてるんですけど、うん、フローリストの養成クラス以外にね、うん、そっちは3万3000円なんですね、うんうん、でまあ基本的には90分、うんまあ、ただ一度受けていただいた方、うん、また来ていただいたりとか、うん、結構リピートしていただけてるので、うん、それなりに価値がやっぱり感じていただけてるのかなっていうのもあります、うん、あとオンライン、うん、オンラインのレッスンは、うん、家財は自分で仕入れてもらうんですね、うん、もうじゃあ仕入れができる人に限るみたいな。そう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 、うん、仕入れができる人に自分で仕入れてもらって、うん、で僕がオンラインで技術であったりとか、うん、なんかいろいろアドバイスをするんですけど、うん、そういう方々も本当にリピートリピートリピートでいつもずっと通い続けてくれるんで、うんまあ、それなりに僕頑張ってるなと思ってるんですけどやらなかったらね一回来てもう来ないじゃないですか、うんうん、今のこの価格帯と自分の教えてる価値っていうのはちょうどいい感じなのかなとは思ってますね、うんまあ、そのリピートとかも考えると、うんうん、そうかもしれないです、うん、ウェディングもしれないです、はい、いろいろしてはるから、うんうんすげえなと思って時間ないですよだからまあ、ね、レッスンに絞れば絞ったでいいとは思いますけどね、うん、だから僕がレッスンに絞って、うん、スタッフの国本が一般の方々のレッスンやっていくとか、うん、婚礼をやっていくとか、うん、ギフトやっていくとかっていう形で、うん、そういう風に進んでいけたらなって今そういう仕組み作りをしているところですね、うんそのスタッフさんはその国本さんだけなんですか、うん、2023年の養成クラスのゆかちゃんっていう子もいるし、うん、あともう一人アパートで、みどりさんっていう方もいらっしゃるんで、うん、生徒さんから上がってきたみたいな感じの人、うん、大体みんなそうですよ、うん、みんなそう、うん、生徒さんの中から働いてくれる人をできるだけ選ぶようにしてますね、うんうんまあでもその方があれですよね、もうなんだろういきなり採用するより人がお互いに分かってるから、うん、分かるじゃないですか、分かるじゃないですか、うん、この人ってこういう子だなって分かってるから、うん、安心は安心ですよね、うん、その2023年の方をもう一回
立ち上がった時からは充実されてるという感じなんですか、ね、充実してますね。辞めようと思ってた人ができるだけこう仕事あの休みたい、サーフィン行きたいっていう人だったのが、うん、休んでないですもん。正月から休んでないですよ、うん、今今何月何日ですか9月末でしょ、はい、正月元旦1日ぐらいしか休んでないですからね。うん、3時4時に起きて毎日8時まで仕事しての繰り返しです。大丈夫ですか体は今のところ 体力が勝負ですね。いやでもなんかそのビフォーの全てを僕はしないけど、そのまあビフォーアフターがなんかストーリーがあっていいですね。基本的にね、人ってあの人のために頑張れる人と自分のために頑張れる人っていうんですよ。僕はその前者なのかもしれないです。自分のためにだったら怠けたいんです。だからできるだけ怠けたいなんですけど、うん、誰かのためにだったら頑張れるタイプの人間だから、うん、だからそのレッスンは誰かのため、その人たち勝たせるためにやりたいんで、うん、だからそれでやっていけてるっていう感じらしいですね。うん、その自分の性格とかも含めて今ピタッとハマってる感じなんですね。ハマってる感じはします、うん、初めてなんか仕事してて楽しいの、うんうーん、すごいな。もうなんかそれが聞けただけで今日来た意味あります。28で店をオープンして初めてですよ、うん、仕事してて楽しいってね。いや僕ちょっと2つ目の質問で、これがファッション系にいたっていうふうにおっしゃってて、はい、何きっかけでこう花になったんかなっていうのをちょっと聞きたいなと思ったんですよ。本屋に行ったらたまたま雑誌が置いてあって、うん、花時間ってあったじゃないですか、雑誌。はいはいはい、男性のフラワーデザイナーの特集だったんです、うん、その雑誌の表紙が、うんうん、その頃ってまだ今から言うとだから25年とか前の話なんで、うん、それぐらいの時に男性のフラワーデザイナーってあんまりねピンとこなかったわけです、うん、花屋さんの仕事って女性の仕事だと思ってたんです、うん、なのに男の人って思ってそこにちょっと違和感があって開いてみたんです、その本を、はいはい。そしたらそこにクリエイティブな世界がめっちゃ広がっていたんですよ、うんうんうん、衝撃的でした、ね、面白そうと思って。その時にもうパッとファッション系をやめて、うん、ポンと転職した感じなんですか。そうですね、その時は、ファッションの仕事しててまだ22、23でしたけど、中堅ぐらいの会社で、うん、年間で言うとグループ全体で200億円ぐらいの会社、新しくショップを建てるっていうから、うん、そこのバイヤーみたいなアシスタント、その部長さんがいて、部長さんの下につくタイプので僕がバコーンって抜擢されて、うん、このファッションの仕事すごい楽しかったんですけど、うん、その部長さんと会わなかったっすね、うん、そういう時にそのファッションから花の世界見て、うん、これもいいなとかって思い始めてて、うん、そこからパッとやめてどこで花屋やるかって言った時に、僕はもともと北海道生まれで、あと東北の仙台育ちなんですけど、僕東北の仙台と思ったんですけど、僕は北海道生まれです。僕は仙台の人と思ってました。10歳までは北海道で、そこから仙台で22、3まで行って、そこから広島に来たんです。で、広島でなぜ来たかというと、奥さんの生まれが広島だったから。友達なんかいなかったですけど、いやでもいい街ですよね、もう、うん、まあね、僕の中では北海道、仙台、広島と一番広島長いですけど、なんかまだ旅してる気分というか、だから次どっかにもしかしたら移住するっていうのももちろんありだと思ってるし。え、広島めっちゃ長いですよね。もう長いですね、二十何年だけど、まだ実家っていう感じじゃないですか。うん、そうですね、関西は来ないですよ。関西はあの奈良に行ったらライバルになっちゃうから奈良は避けておきます。福岡とかいいなって思ったりしたことはありますけど、うん、福岡住みやすいだろうなって思ったりしてますね、うんうん、いや僕もまあ1回だけ九州こう福岡行ったことありますけど、うんうん、あ、いい街ですよね。いい街ですよね、住みやすいだろうなと思って、活気もあるし、うん、いいなって思いますね。え、そのファッションは何年ぐらいだったの。ファッションの業界自体は、僕そこで17からバイトしてたんで、9年間ぐらいそこでお世話になりました。結構長いですね、うん、それがパッと辞めて、うん、で、どっかの花屋さんに修行したんで。そうですね、広島に知り合いの方がでやってる方が一人いらっしゃって、うん、そこでちょっとやって、うん、その後アルバイトちゃんとしましたね。割と広島で有名な老舗の、うんうん、
花屋さんでアルバイトさせていただいて、その後また違うところでちょっとさせていただいてっていう感じだったけど、自分の中ではもう早く独立したかったんです、うん、だから半年とか長くても9ヶ月ぐらいしかその花のバイトみたいなものはしてないですね。その本を見てアルバイト始めて1年足らずでもう独立したって感じ、うんうん、26で花屋やるって決めて、うん、で28にオープンしてたから、うん、その2年間はあるんだけど、うん、その中で、花屋でアルバイトしたのは、まあ、9ヶ月ぐらいかな。すごいですね。だからど素人ですよ、店始めた時は。まあだから今やってはるとかのも、まあ独学に独学です、全部。古川さんはどうなんですか。僕は Sometimes we'll feel alone. In a second, I'll be right there. Turn around, let it rain. Turn around and let it rain on.